毎度こうじゃです。パノンのワイドラックス1500最終型ですね。ブローに使う最後のモデルにだと思います。立派な赤い元箱に入っております。このようなソフトケースというか速射ケースと保証書とかカタログですかね、もそのままついてます。あと専用のストラップですね。これもまだ封が開いてない状態ですので、そのままお付けします。ワイドラックスの最後のタイプ、ブローニーを使うタイプですね。このようにかなり大きなカメラです。これですね、これをこう巻きますとシャッターが切れます。今スローシャッターですね。首振りタイプになります。こうやって巻き上げて、よいしょ、これが250。シャッターは3速ですかね。3段階になります。これがスローですね。まあ、一応動いてます。見にくいですけども、一応ここで距離ですね、距離も動いてます。見えますかね。一応ピント、これ絞りか、これが絞りですね。と距離はこっちかな、こっちですね。このここに距離もあります。見えますかね。この中に一応ピントも動くようになってますね。ご覧のように非常に綺麗です。後ろには、まあ、フィルムの入れ方など注意書きもありますね。このように、まあ、新品同様と言ってもいいぐらいの状態だと思います。この辺も非常に凝った作りですので、まあ、当時35万ぐらいしたらしいですけども、それも、このようにスリットですね、スリットカッターです。仕方ないかなって感じがしますね、こういうのを見ますと。このように写真が撮れます。で、巻き上げるときは当然蓋して閉ざされますので光は漏れません。見えましたね。あのように写真が撮れます。で、これが見えないですね。これが巻き上げで、一応このように巻き止めが効きます。ファインダーがかなり広角なのですが、これも綺麗に見えてますね。あと水準器もきちんと入ってます。かなり綺麗な状態だと思います。まあ貴重品だと思います。当時新品買えなかった方は、まあ半値ぐらいで買えますのでいいんじゃないかなと思います。